がとうございます。今日はモニタリングジムロッキーに来ました。早速呼吸の課題から登っていきたいと思います。この課題はスタートが出にくい課題となっております。なので最初に足を広げて太ももの裏側の筋肉を使って両足を内側に引くように力を入れて固めて上半身を大きく動かします。この壁はスラブになっているので足をちゃんと置くことができれば手を離すこともできます。ゴールまであと2手のところまで来ました。さあゴールは壁の面が変わるので取った時に体が振られないよう足をしっかり固定してゴールを取ります。次は4級の課題を登りたいと思います。この課題はなかなかスタートのポジションが取れず一手目を取ることもなかなかできませんでした。何回か体を大きく振って1手目を取ろうとしたのですが何回やっても取れなかったので最初に足を開いて振られないようにする作戦にしました。何回か失敗は繰り返したんですがこっちのやり方の方が1手目を取れそうだったのでトライし続けました。そしてついに1手目を取ることができました。この課題は真上に行くのではなくジグザグに進むコースなので重心の移動を意識して登っていきました。ゴールまで気が抜けない課題となっております。次も5級の課題を登りたいと思います。この課題は正面と側面の2面をまたいだ課題になっているので体の振られに注意しながら登っていきたいと思います。比較的持ちやすいホールドだったので難なくゴールできました。次も5級の課題を登りたいと思います。同じ5級の課題でも壁の形状やホールドの配置によって登り方や体の使い方が変わってきます。この課題も無事ゴールできました。次は4級の課題を登ります。この課題の前半部分は壁の傾斜がきついので足が切れないよう意識して登りました。後半は壁の傾斜が変わるので重心を次の壁の面に乗り込みながら移動させていきます。次は3級に挑戦したいと思います。この課題は1手目から体が大きく振られることが予測されます。1手目はなんとか取ることができました。2手目も体を大きく振ってなんとか取れましたね。さあ次が最大の難所です。
足を開きますが、パツパツになりすぎて動けなくなってしまいます。気を取り直して次の方にトライしたいと思います。ここで体が後ろに剥がれそうになるのを耐えるのがめちゃくちゃしんどかったです。ここの次の一手を出すパートが結構苦労しました。この課題も無事ゴールできました。最後は今回の目玉と言ってもいいこちらの5級の課題を登ります。登る前のイメージでは最初の1手目はこの赤い丸がついているホールドを取りに行く予定だったのですが、いざ取り付いてみるとこれは無理だと思ったので、顔の目の前にあるこの2つのホールドを取りに行くことにしました。クライマーあるあるだと思うんですけど、オブザベーションで自分のイメージしていた登り方といざ取り付いた時に感じる登り方のイメージが全然違う時があります。そういう時は現場処理というか、その場その場で自分の考えられる動きを試していきます。こんな感じでこの課題1回目のトライだったのですが、一発でゴールすることができました。めちゃくちゃ気持ちよかったです。